女優の滝、内久美、30、池脇千鶴、38が11日、東京、文京区の文京シビックホールで開催された、201周年、第93回キネマ旬報ベスト10表彰式に出席した。主演女優賞に輝いた滝内は、映画、火口の二人で、10日後に自衛官との結婚を控えた、ヒロイン、直子を演じた。人間の欲望をリアルに描いた作品は R18 指定で、滝内と俳優柄本佑とのぬれ場は映画ファンの間で話題となった。滝内は主演女優賞をいただき蹴ることがとても光栄です。この作品は私が一度お世話になっていた事務所をフリーになった時に声をかけていただけた作品です。もう一回やってみようと思ってやった作品です。現在の事務所の社長に、やるんだったら思いっきりやるんだよと声をかけていただきました。ヘイホンユーさんがいたから私がいるんだなと思います。感謝を伝えたいですと喜んだ。司会者からほとんど洋服を着ていなかったですねと問われると、そうですね、そういう作品ですと苦笑い。メガホンを取った新井春彦監督はベッドの上だけ演出しました。あとは話し合いですと撮影時のエピソードを明かした。助演女優賞の池内は映画「反世界」で主演稲垣我郎の妻初乃役を演じた。物語を顕微鏡する存在感が評価されているが、ただのお母ちゃんになりかねない役だったんですが、坂本監督が一人の女として、妻として、母として、人間としてちゃんと描いてくださったと感謝した。続けて、小さめな映画だったと思うんですが、私の出番もさほど多くないんですが、映画の神様が見てくださってるのかなと、ご褒美をくれたのかなととっても嬉しく思います。このトロフィーとっても重いですねと笑った。宮本から君への演技が評価され、主演男優賞に選ばれた池松壮亮、29は、名誉ある賞をいただけて光栄ですと挨拶すると、いろんな問題がある中で、みんなで戦った末の勲章だと思いますと、作品への思いを熱く語った。また、愛がなんだ、さよなら唇などに出演し、助演男優賞に輝きいた成田凌、26は、嬉しいですね。この世界に入って、キネマ旬報の賞をいただけるのはと頭を下げた。